ロバート・ジャクソン・ロバート・ホーアウト・ジャクソンは、アメリカ合衆国の法律家、訴え、ストム長官、司法長官、最高裁判所判事を歴任、ニュルンベルク裁判の主任検事も務めた、ペンシルベニア州の農家の生まれ、父は製材所や宿や、競争場の旧社などの経営を行っていた。5歳の頃、ニューヨーク州西部ジェームズタウンへ引っ越した、ニューヨーク州立大学オールバニのロースクールに、 通い、同行の修了証を受けたが、学位は取得していない、ジェームズタウンで弁護士として、精力的に活動し、ジェームズタウンでは、名の知れた人物となった。白人のお嬢主を視察したとされて逮捕された貧しい、黒人の弁護を依頼料なしで引き受けるなど、弱者のための弁護活動を多くこなした。ジャクソンは、父の代から民主党の党員であり、1932年春に、 民主党の資金集めのパーティーに参加したが、当時問題となっていた民主党のニューヨーク市長、ジミー・ウォーカーの汚職事件を誰も触れないことに失望し、彼が自分の演説の際にこの件を取り上げた。このことで民主党のニューヨーク州知事フランクリン・ルーズベルトに勇敢な男と注目された。数ヶ月後にルーズベルトがアメリカ合衆国大統領になると彼からワシントンに召集され、 ニューディール政策に税制法案の基礎面で参画した。これがきっかけとなり、以降アメリカが州国連邦政府において急速に昇進した。司法省のハントラスト局長、訴訟長官を経て、1940年に47歳にして司法長官に就任した。ジャクソンはルーズベルトのお気に入りであり、 ルーズベルトが第3期目の出馬をした際には副大統領候補に挙げられていたが、ルーズベルトは、ボブは、紳士的すぎると述べて、結局副大統領にはせず、司法長官に留任させた。1941年7月に、連邦最高裁判所長官チャールズ・ウェバンズ・ヒューズが、引退するとルーズベルトはその後任に、ジャクソンを考えたが、各方面から反対があり、結局、 現職の最高裁売席判事ハーランフィスクストーンが昇格して最高裁長官となった。そしてストーンの公認の売席判事としてジャクソンが任命されることとなった。ジャクソンはストーンの公認として最高裁長官になることを狙っていた。第二次世界大戦末期、ハリー・エストルーマンよりアメリカ代表としてナチ戦犯を裁く法廷の準備を行い、その後その裁判で 主席検事になるよう求められた。先例のない裁判であり、失敗すれば、ジャクソンの経歴に傷が入り、彼の最高最長官の夢が危うくなる恐れもあったが、彼は引き受けることにした。1945年5月2日にトルーマンより、先般訴追に関するアメリカが州国代表に認じられた。アメリカ代表ジャクソンは、 アメリカ軍が占領しているニュルンベルクで、ナチ戦犯法廷を開くことを希望し、イギリス代表とフランス代表から合意を得た。ソ連代表だけが、ソ連占領下のベルリンでの裁判にこだわったが、3対1でニュルンベルクに決定した。続いて、ロンドン、英国国教会本部での会合においてジャクソンが、中心となり、ニュルンベルク裁判に関するロンドン憲章を定めた。犯罪の定義、 法廷の構成、訴訟手続き、刑罰などがこれにより定められた。さらに1945年9月5日には、ワシントンでトルーマンと協議して、アメリカ代表の首席判事を、ジャクソンの公認の司法長官、フランシス・ビドルに決めた。1945年11月20日、ニュルンベルク裁判で論告を行うロバート・ジャクソン。1945年11月20日に、 ニュルンベルク裁判が始まり、ジャクソンは検察を代表して論告を行った。我々が非難し、罰しようとする悪行は、極めて計画的かつ悪質で破壊的なものであり、文明世界はこれを見逃すことはできません。もしその悪行が繰り返されれば、文明世界は存続し得ないからであります。アメリカ首席検事として、被告人たちを厳しく追及したジャクソンだったが、詰めが甘く、 失態を演じる場面も目立った。例えば、ゲーリングの反対尋問においてジャクソンが、ラインラント再武装計画を外国に隠して立てたのではないかと追求したのに対して、ゲーリングから有事に備えた戦時動員計画は、どの国でも立てるもの。アメリカが、自らの戦時動員計画を事前に公表したという、話を聞いたことがありませんがと突っ込まれてしまい。 回答に急したジャクソンが取り乱すといった場面があった。なおジャクソンはユダヤ人ではないが、被告の一人、ユリウス・シュトライヒャーはなぜか、ジャクソンをユダヤ人だと思っており、ジャクソンは偽名で、彼の本名はヤコブソンだと主張していた。ニュルンベルク裁判後、休職していた最高裁賠席判事に復帰し、1954年の島で勤めた。しかし目指していた。 連邦最高裁長官になることはできなかった。以下のような名言を残している。市民が誤りに陥らないようにするのは政府の役目ではない。しかし、政府が誤りに陥らないようにするのは市民の役目である。ニュルンベルク軍事裁判21ページ。ニュルンベルク軍事裁判23ページ。ニュルンベルク軍事裁判25ページ。ニュルンベルク軍事裁判69ページ。 ニュルンベルク軍事裁判70ページ、ニュルンベルク軍事裁判87ページ、ニュルンベルク軍事裁判191ページ、ニュルンベルク軍事裁判107ページ、ニュルンベルク軍事裁判180ページ、ありがとうございます。